皆さん、こんにちは。私は泸州粤でございます。最近、友達が私に聞いて、どうして顔を見せたくないのですか？実はね、私は自信のないことです。自分の顔が綺麗ではないと思います。特に今、社会にいろいろな美人がある。じゃあ、さて、今、貴州地域にご紹介いたしましょう。説明する前に、皆さんに質問があります。どうして安徽省の安徽の名前を取りますか？知っていますか？そうだ、正しいです。安は、長江の北の安徽市の安取り、黄は、長江南の貴州の黄を取り、それで安徽と一緒に呼ばれていた。この名前として長い歴史が持っており、その名前の前は、三天使と、蛮夷、新安堵と九州などを呼ばれて、宋の時代、大体西暦1121年に九州を貴州に併合し、1987年に公務員が公章心の設立を強化した時まで、私たちが述べた貴州地域は以下を含む九県、一県、九年県、祁門県、佐摩県区、金山区と、仙丈の関県系と、江西省の牟岐県など、新安号は、浙江省の钱塘江と、千岛湖の源です。貴州は、昔から山が多く、地が少なく、あることわざがある。前世不修身在徽州、十三四岁往外一丢。移民が貴州の生まれた国内、この地域の男性はよく13、14歳に外に出る。男性は多く外に商売をして接近を求めていた。だから有名な貴州になったことがある。貴州はビジネスをして同期に分解もある。明前時代、4つの商人がある。どんな商人がある知ってますか？下にコメントをしてください。貴州文化と東郷文化とチベット文化と並べ、中国3つの地方文化の一つでいます。昔から有名な人はたくさんある。例えば、印刷発明者毕升、中国一番鉄道設計者詹天佑、教育家胡适と陶行知が、などがいっぱいな人がありますね。私は、貴州山水建築に一番興味があります。この彫刻や昔の部屋、祭りのところが大好きです。貴州の文法、4つの宝くじは、キスミ、九鈴に、戦士、筆が世界に一番有名です。その他に食べたものがいっぱいある。例えば、臭いカツな魚。この臭いは、ただ味って本当に臭くない。毛豆腐、ハムとスポンの煮込み、食べたある。緑茶と紅茶を飲みましょう。人生の一番幸せなことだな。貴州のお茶は3つ目もあります。1つは毛峰茶、2つ目は祁門紅茶、3つ目は太平猴魁と言います。最後に、中国国粋京劇を紹介いたします。最初に、京劇が北京のところに入った。それと漢劇と一緒に融合になった。今の京劇になっています。だから京劇は歴史の舞台に、登場し、美しいことを伝承していきます。じゃあ、今日のご紹介は終わりました。ありがとうございます。じゃあ、またね。